どうも、石川です。いやー、皆さん、やってまいりましたね、試験。もう直前に迫ってる方もいらっしゃると思います。そして、まだまだ、数週間、数ヶ月あるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そして、もしかしたらですね、試験日、本当に直前に聞いていただいている方もいらっしゃるかもしれませんが、今回はですね、試験、1時間前にやることについて3つに、お話を絞ってやっていきたいなと思いますので、最後まで皆さん、ぜひぜひ聞いてください。はい。ということで、まずは早速1つ目見ていきましょう。何々安いところの確認というところなんですけど、ここは何かというと、まずは1つ目。間違いやすいところ。間違いやすいところの確認です。そう。これ、なぜかというと、試験1時間前、1時間前は、もう、焦ってるので、そう、焦ってるので、集中力めっちゃ高まるんですよ。そして、あ、自分が間違いやすいとこはここだったなーというところを、最後に、これも、短期記憶です。いいですか？短期記憶。短期記憶ですね。いいですか？そう。短期記憶に勝るものはないので、なので、もう直前まで、いいですか？諦めないで。ね。間違いやすいところを確認してください。そうすると、自分が、あ、そうだ、さっき見てたところが出てきたーっていうのはなるので。そう。なので、同じく間違いやすいところだけじゃなくて、もう一つ。忘れやすいところ。そうなんです。これも、いやー、これ何だったっけなーってなるのもいっぱいあるんですよ。だから、忘れやすいとこの分野を見つけたら、そこから問題やりましょう、皆さん。そのじゃない、そこからですね。ごめんなさいね。そこから、問題やる。確かに、問1から順番にやっていくこともいいんですけど、でも、短期記憶で間違いやすいところ、忘れやすいところ、ぐーっと見て、そして、試験開始するときに試験官の人が、勉強道具しまってくださいねっていうので、それまで直前まで粘ってください。粘ってぐーっと覚えたところ、ぐーっと覚えたところを、そして、試験が始まりました。よし、ここの分野あるかなーって、ババ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 って探して、あったー！覚えてるじゃないか。すぐ前までやったので。そう。覚えてるので。だから、あった！よし、これだ！できたー！ 1 点取れますよ。できたー！ 2 点取れますよ。これですね。そう。なので、それが重要なんです。それで、どん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 点数稼いでください。だから、最後まで、諦めない。余って書いてますね。ごめんなさい。諦めない。そう、諦めないことが大事なんです。諦めちゃダメなんです。そうなんです。そう、最後まで諦めない。そう、周りの方、もう、全然余裕っていう感じで、もうずわーっと座って何もしないみたいな方もいらっしゃるんですけど、もったいない。そう。もったいないです。だから皆さんは最後まで諦めちゃダメなんです。試験監督がしまってくださいって言うまで絶対に諦めないで、もうテキストも自分の持ってきたもの、そして、あ、ここ自分忘れやすかった、ここ忘れやすかったって多分チェック入れてると思うので、そこのところを重点的に、ね、もし入れてなかったら今からでも遅くないです。付箋つけといてください。そう。前日にね、前日じゃなければね、つけといてください。ね。そう。それで、最後まで諦めないで、自分は絶対に合格するんだ。その気持ち、大事ですから。いいですか？ね。皆さん、ぜひぜひ頑張ってください。
はい、ということで今回ですね、今2つ、ポイントについてお話をさせていただきました。そしてこの動画はですね、ちょっと、新刊の発売記念と、そして、直前セミナーの、開講記念でちょっと動画を作成させていただいております。ちょっとだけごめんなさい、お知らせを入れさせてください。新刊の発売を、決定いたしました。2020年8月29日の月曜日、おかげさまでですね、2021年からですね発売させていただきまして、おかげさまで皆さんのおかげで本当に売れました。ありがとうございます。そしてなんと続くことができまして、改訂版が出させていただきます。そして改訂版、今までと何が違うのかというとですね、まず2022年の3月の改訂されたもの、そこのところがですね、収録もちろんされております。そしてなんと、一番最後にですね、問題がバーン外れるようになってるんです。問題がついてます。なので、ぜひぜひこうね、見比べながらやっていただくこともできますし、そしてなんと、どこだったっけな、あっただった、バーン赤シートついてます。そうだからいろいろ隠れるんですよ。なので、ぜひぜひですね、ちょっと使いやすくなってますし、そしてページ数も増えちゃいました。そう、ただページ増えたんですけど、ちょっとだけ紙を薄くしたので、ちょっと持ち運びしやすいように薄くなってます。そう、それで、さらにですね、イラストレーターの方のご協力いただきまして、さらにですね、グレードアップしてイラストがたくさん入っております。そして、何よりですね、まとめの、表もですね、ちょっと多めに入っており、いつもよりも多めに入っておりますので、なので、特にイラストはですね、私だけじゃなくて、なんかちょっと女性の人も出てくるようになりましたので、ぜひぜひ楽しみにしておいていただきたいなと思います。はい、そして直前セミナーに関しては、本の出版の、門川さんにご協力いただきまして、録画での配信をさせていただきます。3時間でやります。そして、手引きの改正の内容だったり、1章から5章のまとめのポイントのところについてお話をしております。石川のテキストじゃなくて他のテキストを持っている方もですね、できるようにですね、レジュメも一緒に付随しておりますので、そちらを使って、やっていただければと思います。これはですね、YouTube にも公開しないような情報もいろいろ入れておりますので、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。そしてなんと石川主催のセミナーもやらせていただきます。今度石川主催はですね、生で対面でやらせていただきます。もちろん、いろんな対策させていただいておりますけど、そしてそこでは、ズーム配信、新宿会場でやるんですけど、ズーム配信でも、全国の方に配信もさせていただきます。ぜひぜひ、まだ空きはございますので、お待ちしております。そして、当日無理だなっていう方もですね、録画配信ももちろんさせていただいておりますので、もちろんですね、この2つ有料のセミナーになっちゃうんですけど、こちら、ぜひぜひ楽しみにしていただけると思います。8月28日、2022年の8月28日にやらせていただきます。こちらは、第3章に特化した内容でやらせていただきますので、こちらも YouTube 非公開の内容を入れておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、ということでごめんなさい、ありがとうございました。では3つ目のですね、最後、何々は気にしない、なんだろうっていうと、周りの人は気にしないでください。そう、何かというと、試験会場周りに何百人何千人っているんですよ。そう、ガヤガヤガサガサしてます。もしかしたら隣の人が机ガガガガガって揺れてくるかもしれないので、そう、気になっちゃうんです。でもこれは試験も同じ気になっちゃうので、だから試験前1時間前に気にしないでください。何のテキスト使ってんだろう、石川のテキスト使ってたら、あ、石川のテキスト使ってるんですねみたいな声かけていただいてもいいですよね。もう本当に仲間いないので、そう。で、あとは、仲間同士で来てる方はですね、なんかこう、ぺちゃ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 喋ってるんです。もったいない！そう、もったいないので、周りの環境はもう無視してから自分ゾーンに入りましょう。自分ゾーンに入っていただいて、よし、勉強に集中するんだ、集中するんだ、よし、自分最後まで諦めないんだ。これがすごい大事なんです。そう。だから、諦めちゃってる人、会場にいらっしゃるので、自分は強い心を持ってやっていくんだっていう気持ちで、皆さん、1時間前にチャレンジしてください。いいですか？そう。もう皆さんの気持ちが大事なので、そう、皆さんは頑張ったので、今までめちゃくちゃ頑張ったじゃないですか。めっちゃ頑張ったよね。そうなんですよ。もうね、力入れますよ。そう、皆さんすごい頑張ったから。そう、自分は頑張った。自分はすごかったと。ね、日々の努力を思い出してくださいよ。そうすればですね、よし、今日一日頑張るぞと。ね。緊張めっちゃしますけど、でも手汗ね、もうペンとか滑っちゃいますよ、汗かいちゃってね。そう、しょうがない。それも受け入れていただいて、それも自分なんだなと思っていただいて、ぜひぜひ皆さん、最後まで頑張ってやっていきましょう。はい、ということで、もうあと数時間で始まる方、頑張ってください。
絶対に諦めないようにしてくださいね。石川も応援しておりますので、皆さん、全国の今までの先輩たちも応援しておりますから、最後まで頑張ってやっていきましょう。はい、ということで、動画見ていただきましてありがとうございました。ということで、受験生の方、最後まで頑張ってくださいね。それではまたお会いいたしましょう。さよなら。一緒に勉強しませんか？勉強は一人じゃないよ。一緒に合格をつかもう。